岡田大輝のスリーポイント、ああ来ました、決めたシュート。波里、ここは山崎、来ました。山崎選手もずっとショット当たってなかったんですよね。ラモスのスリーポイント、いいですね、ここですね、ラモス選手、ここのスリーが入ってくると、次、ドライブがまた、中村です、ここでスイッチ、ブラキシアとのマッチアップ、オープン、ランダルのトップの位置からのスリー、奥院対長谷川。ではダメですか、スクリーニングとかね。中村、しかしこれは決まりました、ね、スリーポイント成功です、はい、あの今のオフェンスミッチャーも積極的にあのリングにアタックできているので、はい、いいと思いますね。で滋賀はあのスリーポイントですね、はい、いかにこう決められるかというのがポイントかなと思います。行くぞスリーポイント。さあ新口ドライブで行ってバウンズでピフォード、一旦落ち着かせるのがピフォードです。そして自ら外から打って、これを決めていった。アイラブラウンのスクリーンを使ってアイラブラウンピックアンドロール、うーん、しかしインサイド硬い、鈴木かわしてからステップアップしてスリーポイントどうか、ちょっとよく決めてきました。中山も手を出しますがそれにかからず、ジョシュダンカンのスリー、右のウィングから決まった。パーソナルファウル1つ目です。トーマス中入ってキックアウト、渡辺翔太のスリー決まってきます。渡辺翔太は今日スリーポイント、キックアウトしてからスミスが外、そしてレッツがこの位置、 KJ 松井圭十郎決まった、ジャンプショット2本目ですね、スリー1本目下通してブラキシア、辻のスリーポイント入った、寺島もやって、名古屋は笹山やって、ランダルも量産、面白い展開になりました。久保田義明のスリーポイント、リングに当たったリバウンド杉本が取る、早い展開のバスケット、スピンムーブからのタフショット、吹き飛ばしてのあのシュートでしたね。ショットは落ちましたが、ここから杉本走っていって、このスリーポイントがブザービーター、これは後半につなげるスリーポイントでしたね。スピンムーブからのスリーポイントでした。中東と橋本、中東押し込む押し込んで、パークスジュニアに任せたコーナースリー、出ますね、そうですね、